ブランドン・マッカーシー、ブランドン・パトリック・マッカーシー、ブランドン・パトリック・マッカーシー、1983年7月7日対は、アメリカ合衆国カリフォルニア州ロサンゼルス軍、グレンデール出身の元プロ野球選手、投手、右投げ右打ちの MLB ドラフト17順目、全体510位で、シカゴ・ホワイトソックスから指名され、6月7日に契約。 契約後、参加のルーキー級アリゾナリーグホワイトソックスでプロデビュー。14試合に先発登板して4勝4敗、防御率2.76、79奪三振を記録した。は、パイオニアリーグのルーキー級でプレーし、16試合、先発15試合に登板して9勝4敗、防御率3.65、125奪三振を記録した。は、まず、 A 級でプレーし、15試合に先発登板して8勝5敗、防御率3.64、113奪三振を記録した。7月に A 級へ昇格。8試合に先発登板して6勝0敗、防御率2.08、60奪三振を記録した。8月に A 級バーミングハムバロンズへ昇格。A 級バーミングハムでは4試合に先発登板して3勝1敗。 防御率3.46、29奪三振を記録した。1月21日にホワイトソックスとマイナー契約で再契約した。トリプル A 級、シャーロットナイツで開幕を迎え、5月22日にホワイトソックスとメジャー契約を結んでアクティブロースター入りした。同日のシカゴカブス戦でメジャーデビュー。に1回を投げ4安打に失点だったが、勝ち負けはつかなかった。 二度目の登板となった27日のテキサスレンジャーズ戦では5回を6安打6失点3死球の乱調でメジャー初黒星を喫し試合後にトリプル A 級シャーロットへ降格した6月19日にオーランドヘルナンデスが故障者リスト入りしたためメジャーへ昇格昇格後は3試合に登板したが防御率9.00と結果を残せず7月5日に トリプル A 級シャーロットへ降格した。8月30日に最小格し、同日のレンジャーズ戦のダブルヘッダー2試合目に投し、7.2回を無失点に抑え、メジャー初勝利を挙げた。この年メジャーでは12試合、先発10試合に登板して3勝2敗、防御率4.03、48奪三振を記録した。2月28日にホワイトソックスと1年契約に、 合意。リリーフとして開幕ロースター入りした。この年は53試合、先発2試合に登板して4勝7敗、防御率4.68、69奪三振を記録した。2006年12月23日に、ジョン・ランクス、ニック・マセット、ジェイク・ラズナーとのトレード、デビッド・パイサノと共に、レンジャーズへ移籍した。2月26日に、 レンジャーズと一年契約に合意。移籍後は先発に復帰し、開幕ローテーションに加わった。6月14日に宇宙予備の豆で15日間の故障者リスト入りした。7月2日に復帰したが、8月15日に右肩の故障で再び15日間の故障者リスト入りし、9月11日に復帰した。この年は23試合。 先発22試合に登板して5勝10敗、防御率4.87、59奪三振を記録した。2月25日に、レンジャーズと1年契約に合意。3月30日に、右肘の故障で60日間の故障者リスト入りした。8月23日に復帰。復帰後は5試合に登板したが、9月中旬から、右手の指の故障で、残りの試合を決した。 この年は故障で5試合の登板にとどまり、1勝1敗、防御率4.09だった。1月15日に、レンジャーズと65万ドルの1年契約に合意、開幕後は先発ローテーションの一角として登板し、5月24日のヒューストンアストロズ戦では9回を9アンダム失点に抑え、メジャー初カンプを果たした。しかし6月9日に、 右肩の故障で15日間の故障者リスト入りし、7月7日に60日間の故障者リストへ移動した。その後、9月1日に復帰した。この年は17試合に先発登板して7勝4敗、防御率4.62、65奪三振を記録した。1月15日に、レンジャーズと132万ドルの1年契約に合意、3月27日に、 トリプル A 級オクラホマシティレッドホークスへ配属され、そのまま開幕を迎えた。この年は、右肩の故障でメジャーへ昇格できず、7月29日に60日間の故障者リスト入りした。トリプル A 級オクラホマシティでは11試合、先発9試合に登板して4勝2敗、防御率3.36、44奪三振を記録した。 オフの11月5日に40人枠を外れ、トリプル A 級オクラホマシティに降格し、同日に FA となった。ジョン・ダニエルズ GM はマッカーシーについて、彼は2つの不幸怪我があったが、よく働いてくれた。景色を変えることが彼の助けとなるだろうと話した。2010年12月13日に、オークランドアスレチックスと100万ドル出来高160万ドルの1年契約を結んだ。 若いマクロースター入りしたが、5月20日に、右肩の故障で15日間の故障者リスト入りした。7月3日に復帰後は9月3日のシアトルマリナーズ戦で、完封勝利を挙げるなど、完全復活を果たした。この年は25試合に先発登板して9勝9敗、防御率3.32、123奪三振を記録した。1月17日に、 アスレチックスと一年契約に合意。3月28日に東京ドームで開催されたマリナーズとの開幕戦に先発した。その後もローテーションを守っていたが、5月20日に右肩の故障で15日間の故障者リスト入りした。6月2日に復帰したが、6月24日に右肩の故障で再び15日間の故障者リスト入りした。8月10日に復帰。 9月5日のロサンゼルス・エンゼルス戦に先発した際に試合中にエリック・アイバーの打球を頭に受けて緊急入院し手術を受けたその後プレーオフのロースターから外れたこの年は18試合に先発登板して8勝6敗防御率3.2473奪三振を記録したオフの10月29日に FA となった 11月14日に練習を再開することが明らかになった。2012年12月11日にアリゾナダイヤモンドバックスと総額1550万ドルの2年契約を結んだ。はマ幕ローテーション入りしたが、6月1日に右肩の故障で15日間の故障者リスト入りした。8月4日に復帰。この年は22試合に先発登板して故障11敗。 防御率4.53、76脱三振を記録した。は、開幕から18試合に先発したが、3勝10敗、防御率5.01と不振だった。2014年7月6日に、ビダル・ヌーニョとのトレードでニューヨーク・ヤンキースへ移籍した。移籍後は14試合の登板で7勝5敗、防御率2.89と復調。 この年は2球団で32試合に先発登板して、自身初の2桁勝利となる10勝、15敗を挙げ、防御率4.05、175奪三振を記録した。オフの10月30日に FA となった。2014年12月16日に、ロサンゼルスドジャースと総額4800万ドルの4年契約を結んだ。 開幕から4試合に登板して、防御率5.87ながら3勝を挙げていたが、肘の故障が発覚し、トミー・ジョン手術を受けることとなり、4月30日に60日間の故障者リスト入りした。シーズンも2月19日に前年のトミー・ジョン手術のため60日間の故障者リスト入りした。復帰後、10試合に登板し、内ち9試合が先発登板だった。 二勝二敗、防御率四点九五、ホイップ一点三八という成績のほか、他、40.0イニングで四十四奪三振をマークし、二年連続で九点零超となる奪三振率九点九を記録、一定の復活を見せた。また、マイナーでの復帰登板としては、A 級乱直下門学エイクス及びトリプル A 級、オクラホマ式ドジャースで、計5試合に先発登板して零勝二敗。 防御率6.11、ホイップ1.59を記録した。は、開幕から先発ローテーションに入ったが、7月に右手指にできた肉差しによって故障者リスト入りし、約2ヶ月離脱した。結果19試合当番、先発16試合で6勝4敗、防御率3.98という成績に終わり、完全復活とはならなかった。 2017年12月16日に、マット・ケンプトのトレードで、スコット・カズミアー、チャーリー・カルバーソン、エイドリアン・ゴンザレスと共にアトランタ・ブレイブスへ移籍した。も開幕から、先発ローテーション投手として投げ、15試合に、先発登板して6勝3敗、防御率4.92、65奪三振を記録していたが、6月28日に右膝を痛めて、 故障者リスト入りした。そのまま復帰できず、8月14日にはこの年、限りでの引退を表明した。2006年は先発ローテーションの充実したホワイトソックスに所属していたため、リリーフで登板していたが、スタミナが比較的あるため、本来は先発向きの投手。投球は140キロ後半のフォーシーム、145キロ前後のツーシームに、 切れ味抜群のカーブを組み合わせて投げている。また、チェンジアップも投げることがある。ただ、投球界に対して、非本類だが、かなり多い。本人のツイッターアカウントではよくジョークを投稿している。投げる球よりもツイートの方が切れがあるという声もある。サッカー好きで、プレミアリーグリバプール FC のファンである。また、MLS の株リーグであるアセル。 プロフェッショナルリーグの少数株主にもなっている。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。